潔に申しますと、刀を買うために125万円いただきとうござりまする。暴漢が来ましょう、うん、その時に拙者がこの竹光ではお守りすることができません。わしが名古屋城築城者将軍徳川家康陣形隊東馬、我ら名古屋名物名古屋おもてなし武将隊はぁ、我ら名古屋おもてなし武将隊はな、もうすぐで12周年、この我国名古屋の良きところをの各国万国に知らしめておる、そういったものであってな、我らを置いてこれ以上詳しいものもおらん。その証拠に我らはな、テレビになるからくりの中での活躍、ラジオでの電波上での活躍、両方とも冠番組を持っておるほどじゃ。かの名古屋グランパスの公式宣伝隊も務めてやる。そんな我ら名古屋おもてなし武将隊、詳しいがゆえにいろいろな情報を発信しておるわけなんじゃ。ともよ、こたびはなんじゃ。はっ、こたびは徳川家康様にお金の工面をしていただきたく長谷さんじましてございます。工面は観光発信ではないのか。そのために必要な金子がいるのです。まずはこちらをご覧くださいませ。うん、簡潔に申しますと、刀を買うために125万円いただきとうございます。それがこの理由書か。はっ、どのような刀を一振り買い求めるのじゃ。現世にて胴たぬきの刀がまだ残っておると。胴たぬきと申せばかの豪壮な刀であり、は、我らの頃というのは切るというよりも分断いたしたあの刀をまだ色濃く様相として残してある九州の、は、加藤清正もあつらえたあの胴たぬきか。さようにございます。さりながら今胴たぬきはそのような値はせんじゃ。いえ、拙者が位置で調べてきたところ125万円の値がついておりました。確かにここにも書いてあるのや、125万円というような本当に必要なものか。さようにございます。ではその理由等ともちょっと説明いたせ。は、まず我ら陣笠隊が持っておる刀がこちらでございまして、これはいわゆる、うん、竹光という本当の刀ではござらず、木もしくは竹でできたこういった刀身の綺麗なものが入っております。書いてあるものをここに、バカにされると書いてあるの。これだと城でバカにされるのです。なんだ竹光かと、戦国から逃げた者の方が刀を持っておらん、どういうことだと笑われるのです。我らの頃は朝のごとく乱れたよ、そのような時には刃が必要であったが、は、必要ないではないか。家様にとっては道具やもしれません、うん、しかしながら拙者にとっては魂同然なのです。いやいや、そして考えてみてください。おー、なんじゃ、考えてみてください。おー、なんじゃ、もしも名古屋城暴漢が来ましょう、うん、その時に拙者がこの竹光ではお守りすることができません。いやいや、待て待て待て、現世では、は、そんなものを抜いた瞬間にお主がおなわじゃ。現世のことは現世のこと、はは、我らは400年前で蘇りし物の不朽だね。我らの頃は特に足軽やなんかそんな刀のこと魂ってつやると思ってなかったじゃん。はっ、はって言うとるではないか。いるんじゃろ。いるのです。いるのか。もしかして将軍様、お金を出すのを渋られてる。いやいやいや、笑わせるでない。125万円というのはな、はお主にとっての2ペソぐらいなもんじゃ。2ペソ、おう、じゃあそれぐらい少ないっていう。は、要はわしにとってはそんなの安いわ。は、徳川幕府の財源はいくらほどなんだろう。それに比べるわ。財源というのは皆にはあ言えぬが、徳川埋蔵金を使えばお主たちが驚くような金額がある。でしたらそのうちの125万円、これもう一つでございます。うん、拙者が見た位置では、うん、刀の最高額は、うん、1200万でございます。ほんか。しかも市場に出回っているのでその値段でございますゆえに、うん、家康様が持っておられたこの蘇廃の剣なんかは、うん、
もう美術館に飾られておりますように、値がもっと桁が億や何十億といった、そうじゃな、値が張る。ダメにわしのこのおこしらえなものはあまり皆に見せれんが、数億であるというふうに、美術館のものは言うてます。この我らもののふ、一番名古屋城にて喜ばれるのはわっぱたちでございます。わっぱたちが駆け寄ってきて、わあ武士だと、刀本物と、その時に拙者はいつも、ああ本物じゃぞと嘘をつくのです。持っておるのが竹光なのに。じゃあ抜いてみせてと、抜いたらもう木であることが丸分かりでございます。塗装でございますから。未来のもののふたちが名古屋城に参り、もう憧れの眼差しで見るのです。そんな折に本物の刀の一つでも見せてやりたい、そんな思いは家康様にはございませんか。お主が嘘をつくでいかんのじゃ。竹光やると正直に伝えればもうそれだけで済むじゃん。したらば、なぜこれが本物の刀じゃと嘘つくんじゃ。お主はしたらば、竹光か、なんで本物の刀を持っておらんのと通ってくるので、したらば拙者はもう金がないからだとはとても言えません。言えばええではないか。もともと足軽なんだ。しかもこの刀、お主の刀ではないじゃろ。は、軍で支給された刀じゃろ。さようでございます。ええではないか。それお菓子刀であれば、竹光であるのはなおさらおかしくはございませんか。どういう意味じゃ。また再びは分かるか。お主たち戦の折に支給されるお菓子刀、お菓子刀、それが竹光であったならば戦に勝てません。おかしくもなんともない。この菓子刀というのはその場に適したものが支給される。名古屋おもてなし武将隊は人を切るわけではなく、裏表なき姿で皆をもてなす。この際には音の刃いらんじゃろ。いついかなる敵が襲ってくるやわかりません。たまたまこの11年間暴漢が襲ってこなかっただけで、時にはもう暴漢のような者たちが来たこともございます。もうその折に何度拙者は肝を冷やしたとか。いや、いやいや、逆じゃ。はそういった者たちがおった時のお主が誠の刀を抜く方が肝を冷やすわ。何故。止めればよいだけじゃ。切ったらいいか。何故。何故。天下太平の世が訪れてからもう300年経つ。今の世で解決するのは刀ではなく、それ以上強い法という名の裁きじゃ。それで言えば、お主は裁かれる側になる。刀を抜いたもん負け。なので竹光がちょうど良い、貸し刀もちょうど良いという感じや。また125万円に一文たりともわしが出さぬということで、これは無一文でしまいじゃ。さあ最後、皆に一言申せ。拙者はいつか必ずや家康様から125万円の融資を受けまする。